スティーリーダンはアメリカのロックバンド。主にドナルド・フェーゲンとウォルター・ベッカーによるデュオ体制で活動し、世界的な成功を収めた。2017年にベッカーが死去し、以降はフェーゲンのソロユニットとして継続している。2000年度、グラミー賞を3部門で受賞。2001年、ロックの殿堂入り。世界の作品の売り上げは4000万枚を超える。 ラテン音楽や R&B、ソウル、ブルーアイドソウルやジャズなどを黒人音楽よりで幅広く多様性を持った音楽性が特徴だった。彼らはジャズ的な代理コードや意表をつく、コード進行で曲にひねりを加え、著名なスタジオミュージシャンを起用しコードなアンサンブルを構築。その独特なサウンドはクロスオーバーや黒人音楽に関心を持つミュージシャンに、 多大な影響を与えた。テクニカルな面が強調されがちだが、1950年代、60年代のジャズや R&B が持つフィーリングを重視しており、ボブ・ディランに影響を受けたドナルド・フェーゲンの奇妙で難解な歌詞も特徴の一つとして挙げられる。ドナルド・フェーゲンとウォルター・ベッカーは、ニューヨークのバード・カレッジ在学中に知り合い、共同で曲作りを始める。 カレッジ卒業後二人は作曲家として活動するが、仕事には恵まれず、J&G アメリカンズのバックミュージシャンなどでここをしのいでいた。この頃に作られたデモテープは後にベッカーフェーゲン名義の作品集としてレコード、CD 化されている。ようやく ABC レコードのプロデューサーのゲイリー・カッツに才能を見出された二人はロサンゼルスに移住。 バンドとして、レコードデビューするために、旧知のミュージシャンを呼び寄せ、スティーリー・ダンを結成した。バンド名は、ウィリアム・エス・バローズの小説、裸のランチに登場する、男性器の長型、スティーリー・ダンス・リー・フロム・横浜に由来する。結成当初のメンバーは、ドナルド・フェーゲン、ウォルター・ベッカー、デニー・ダイアス、ジェフ・バックスター、ジム・ホッター、デイビッド・パーマー。主なスタッフに、 ゲイリー・カッツ、ロジャー・ニコルズ。1972年発表のデビューアルバム、キャント・バイ・アスリルからシングルカットされた、The It Again は全米6位の大ヒットを記録した。プロのミュージシャンとなれば、ライブ活動は必要不可欠だが、本来作曲家としての活動を望んでいたベッカーと、フェーゲンは肉体的にも精神的にもきついライブを嫌い。 それがやがて他のメンバーとの圧力を生む。また作品を追うごとに理想とするサウンドとバンドの演奏力の差が明らかになるとメンバーの感情を無視して外部のスタジオミュージシャンを積極的に起用するようになりバンドとしての一体感は失われていった。73年にはセカンドアルバムを発表した。1974年発表のサードアルバムグレッツェルロジックから シングルカットされたリキュの電話番号。なおこの年のライブでは、マイケル・マクドナルド・ジェフ・ポーカロがツアーメンバーとして参加している。76年に4枚目のアルバムを発表。以降は、スタジオレコーディングのみの活動に専念、トム・スコット、ラリー・カールトン、チャック・レイニー、バーナード・パーディー、スティーブ・ガット・ラ・アルジに、クロスオーバー系の腕利きミュージシャンを体制起用するようになった。 1977年発表のアルバム、アイアは全米3位200万枚を売り上げる大ヒットを記録した彼らの代表作である。同アルバムでは東西の有名スタジオミュージシャンを贅沢に起用していた。音楽評論家からも高い評価を受け、このアルバムはスティーリー・ダンの名声を決定的なものにした。なおデニー・ダイアスが本作を最後に正式にメンバーから外れ、 スティー・リー・ダンは、名実ともにベッカーとフェーゲンの二人だけのグループとなった。1980年発表のアルバム、ガウチョを最後に、スティー・リー・ダン、すなわち、ベッカーとフェーゲンのコンビは、翌年に活動を停止する。ガウチョもヒットを記録、高い評価を獲得したが、前作の評価があまりにも高かったゆえに制作時のプレッシャーは、並々ならぬものがあった。 フェイゲイやプロデューサーゲイリー・カッツの完璧主義は、前作を超え、演奏に寸分の狂いも許さず、一方ベッカーは麻薬に溺れレコーディングどころでは、なくなっていた。前作に比べ、膨大な時間と費用がかさんだり、曲がミスで消されるなどのトラブルが頻発したが、完成度の高さは頂点を極めている。スティーリー・ダンはこのアルバムを区切りに、長い旧式に入る。 1982年にドナルド・フェーゲンはソロアルバムナイト・フライを発表。スティー・リーダン時代のサウンドにさらに磨きをかけ、以前に劣らぬヒットと高い評価を獲得した。3 m 三3 2トラックのデジタルマルチトラックレコーダーを使用した音響面のクオリティの高さも絶賛され、一時期は PA エンジニアのサウンドチェックの定番となっていたほど、オタのいいアルバムと言われていた。 一方のウォルター・ベッカーは麻薬中毒から脱するためにハワイに移住。1985年にチャイナ・クライシスのプロデューサーとして音楽界に復帰した。その後はフェーゲン、ベッカーともどもさほど目立った活動をすることはなかったが、1993年にフェーゲンのソロアルバムカマキリアドをベッカーがプロデュースしたことをきっかけに二人での活動を再開する。 そして同年にスティーリー・ダン・フィーチャリング・ウォルター・ベッカードナルド・フェーゲン名義でライブツアーを開始、翌年には初来日も果たした。このツアーの模様は公式のライブ版として発売されている。1996年にも再び世界ツアーを行い、同年に発表したベッカーのソロアルバム11の新章がグラミー賞伝道入りを果たしている。 2017年9月3日、ウォルター・ベッカーの死去が、ベッカーのオフィシャルサイト上で発表された。67歳ボーズ。当初死因等の詳細は発表されていなかったが、11月16日に、ベッカーの妻デリアにより、死因については急激な進行の食道癌であったことが公表された。癌は、毎年受けていた健康診断で発見され、 科学療法による治療を行っていたものの、進行が早く発見から4ヶ月も経たないうちに死去したという。ドナルド・フェーゲンは追悼生命で、大学時代からの長年の友人であり、バンドメイトでもあったベッカーを改装するとともに、スティーリー団として作り上げてきた音楽を自分ができ得る限り続けていきたいと語った。ベッカー死去の翌週から、以降の通りバンド活動を継続。 ベッカーキアと初のツアーは10月13日、オクラホーマ州タッカービル公園からスタートし、ドゥービーブラザーズとのジョイントライブをイギリスで3公演開催することを発表した。2019年秋、過去の名作、幻想のマテンロー、アヤ、ガウチョ、ナイトフライのアルバム全曲を再現する日替わり企画を秋の米東海岸ツアーにて実施。ベッカー フェーゲン級メンバー交番の経緯当初、フェーゲンは自分がボーカルを取ることをとても嫌がっていた。自分の聖域が狭く、理想的な声質でないこと、大学までボーカルなんてやったこともなかったこと、上がり症でライブなどでは、MC も来なさければいけないことが不安という理由があった。そのため、ボーカリストをいつも探していた。デイビッド・パーマーをボーカリストとして迎え入れ数曲。 演奏したが、やはりフェーゲンが歌った方がいいということになり、フェーゲンがリードボーカリストとして定着する。サードアルバムの頃からは、演奏者にもより高いレベルの演奏を要求するようになったため、腕の良いスタジオミュージシャンを呼んで演奏をさせることが多くなり、オリジナルメンバーの出番が少なくなっていった。それは、フェーゲン、ベッカー自身にも当てはまり、 彼らも演奏に参加しなくなる曲も増えていた。ツアーもやめることで、二人以外の人間の仕事は余計なくなっていった。ただし、二人はすぐに他のメンバーをクビにしたというわけではなく、アルバムでほとんど演奏していないメンバーも、その後の活動の準備が整った段階で、自ら脱退を決めてもらうようにしていた。 1972年、1973年、1974年、1975年、1976年、1977年、1978年、1980年、1981年、2000年。アルバムチャート順位は、ビルボード200。シングルチャート順位は、ビルボードホット100より、ドナルド・フェーゲン及びオルター・ベッカーのソロアルバムについては、 それぞれの項目を参照。ありがとうございます。